午前9時ごろ、笠岡市のあやめの森認定こども園に、母親が1歳2か月の長男を預けにやってきました。私と離れて、他の子たちと遊んで、なんか発達とかにいい刺激になったらいいなと思ってこの授業は、親が働いていなくても、生後6か月から3歳未満の子どもを一時的に預けられる制度です。 笠岡市では、この子ども園と私立の保育園の2カ所で今日から試験的に実施しています利用料金は1時間250円で、1ヶ月に10時間まで利用できます一時預かりの大成君この時間は通常子ども園を利用している同級生の子どもたちと一緒に仲良く遊んでいます国は子ども、誰でも通園制度として 2026年度から全国で実施する方向です。普段は家にいる状態で洗濯とか食事とか作るから、それを預けてて、遊んでるうちに私たちは私はできるので、それはありがたいですよね。保護者のニーズに応えれるような子ども園になっていけたらなと思っています。 子どもたち同士の触れ合いとか関わりもどんどん深くなっていけたらなと思います子ども誰でも通園制度は岡山市、高橋市、備前市でも試験的に実施される予定で香川県では多度津町ですでに始まっています